こんにちは。12月の半ば入っても残すところ今年2週間ほどかと。その前にクリスマスが控えてますが。ちょっと疲れまして、いろいろあってね、疲れて。いろいろって言っても仕事のことだったり、自分のことだったりするんですが。今日なんかあったかいですね。22度？そんな言ってる？まあでも、そんな感じか。暖冬ですね、完全に。今週末までは、まあ、結構あったかいみたいで。で、来週から一気にガクンと、まあ10度前後まで下がる感じみたいですね。今のところはね。なんでね、またちょっとね、やらかしましたね。今日こんな晴れるんであれば、出かければよかった。ちょっと、昨日からパラついたんで、まあ気温上がるって言っても、天気悪いだろうなと思ってね。まあ家でまたちょっと別のことしたんですが。いやー、出かければよかった。まさかね、気づいたら晴れてたし、なんか気温も高いしね。ちょっと何回もね、ちょっと同じようなミスばっかりで申し訳ないんですけども。この間掃除しましたよ、ちゃんと。言ったっけ？水回り。この間、そうか、坂行った時に言いましたね。水回りね、風呂と、まあ、あと、シンク周りね。もうね、また汚れるの嫌なんで、一週間に一回これでね、掃除するようになればいいんですけどね。ちょっとね、眉毛も剃ってみたんですね。やばいですね。ここちょっと剃りすぎて変な形になってますね。こっちに比べて、なんかこっちが歪になってますね。ちょっともう少し細く綺麗に剃りたいですね。で、まあ、いろいろやってるわけですが、ちょっと思い出したこといろいろ喋ってます。カレーもね、やっと残りあと1個で、今食べて。そう思い出した。米がね、米買うのも失敗しましてね。まあ、5キロ単位で買ってるんですが、まあ、なくなったらその都度買う感じで。で、まあ、米もね、やっぱり5キロで1500円のやつとね、まあ、2000円のやつがあって、まあ、もっと高いのもありますけども。やっぱ全然違いますよね。2000円ぐらいになると、やっぱりもう、声もツヤツヤして、全部綺麗なんですけども、1500円台となるとね、やっぱりちょっと筋があったり、炊き上がりも、ちょっと硬かったりして、まあ、あんま美味しくなかったりして、まあ、なるべく米は、ちょっといいのを食べようと思って、高い方を買ってるんですよ、せめて。まあ、1食あたり、まあ、知れてるんでね、さすがにそれはお金使おうと思って。ちょっと前回亡くなった後に買いに行った時に、もうそれしかなくて、もういいやと思って買っちゃったけど、やっぱり後悔しますね。全然炊き上がりが違う、やっぱり。その翌日に、まあ、同じような値段で特売あったんで、その、いい方の米が。ちょっとやらかして、こんなもんやらかしばっかりですね、そういう。ちょっともう少し考えできないといけませんね、本当に。今ちょっと反省します。本当何回目やった話だ。業務スーパー行ってきて、また、ちょっとまあ、補充ってわけじゃないですか、またね、これ。まあ、美味しかった、これね、買って。七味、一味もまだ残ってるんで、使わないといけないんで。いろんなことに使わないといけないんでね。とにかく、いろいろ使ってます。ハッピーターン買ったりして。ちょっと今回食べるのは、買った、スペインのなんかビスケット。名前ね、メガチョークですかね、わからない。チョークって読むのか、これ。スペイン、輸入、やっぱ神戸物産ですね。輸入といえば大体神戸物産で。加古川なんや。加古川ってまだ行ったことないですよ、私多分。ちょっと、地名がごちゃになっててね。向こう側？加古川？加古川は多分ね、もう神戸さらに行った先。大阪から、大阪神戸行ってさらにもっと行った先で。多分まだ行ったことない。もう明石よりさらに先だった気がする。そこね、今度またちょっと行く機会あったら行きたいですね。いや、今年1年ぶりに会ったんですけどね、友達にね。その時ちょっと風邪気味だったんでね、もうそのまま帰ってしまってもったいないもん。元気だったらそのままもう帰らずに大阪に、加古川あたりね、ちょっと探索行ってたかもしれないんですがね、ちょっと次の機会に、で、ちょっとごめんなさい、前置きが長くなってしまいましたが、食べたいと思います。これメインですからね。食べてる時に話すべきでしたね、その話したいことは。おお、ちょっとやっぱ飽きにくい。これちなみに1個100円でしたね。100円で何枚入りだ？グラムか、175グラム。だいたい何枚だろう、わからんけど、結構ボリュームあります、100円にしては、やっぱり。業務スーパー。安くていっぱい。
入ってる。こんな感じで。あ、結構好きなタイプの匂いですね。周りがこういうコーティングというか、まあ、プロテクト？あ、こうやって開くんですね。一応、何ですか、緩衝材。緩衝材だったっけ？緩める衝撃と書いて緩衝材。炎症剤か、わからないわ。ちょっと漢字、その辺、疎いんで。ちょっとごめんなさい、今、砕けてしまった。うん。12、3万入ってますよ、これ。ビスケット、あ、違う？ん？あれ？あ、いや、待てよ、これは。一番上のやつだけなんかこんなんで、いや、クリームはまってる。クリームなかったらやばかった。クリームなしはちょっと嫌だったんで。あ、入ってますよ、ちゃんと。パッケージクリーム入ってるんですよ。一番上が、なんか、入って、1枚だけのやつが入ってた。2枚目からがちょっとちゃんとクリームが入ってる感じで、こんな風に。なぜか一番上が。これも緩衝材ですかね。ちょっとポロポロしてる粉が、やばい。床もそうしないといけないな、そろそろ。ちょっと割れてしまった。で、こんな感じでね。いただきたいと思います。うん。食べたことある感じですね。なんか日本のお菓子に出るの、なんだっけ、忘れた。昔子供の頃よく買ってもらって食べてたな。うん。やばい。ちょっとポロポロしますね。やばいな、これ。あー、めっちゃ床汚れる。クリーム、いちごクリームですね。いちごやんな。え、いちごか？うん、ストロベリーって書いてます。うん。おいしいおいしい。普通にいちごクリーム、ビスケット。うん。100円でこれならボリュームたっぷり、一番目のやつまでこんな食べちゃおう。うん、なんて言いますか、ちょっとごめんなさい、水汲んでくる。あ、というか、あと暗くてすいません。ちょっともう昼なんでつけてないんですが、ちょっと曇り気味でね、冬はね、ちょっとやっぱりね、日照時間短いのと、あとなんか昼間もなんかちょっと薄暗い感じしますね、冬って。夏と比べたらもう全然やっぱちょっと灰色ですね、風景が。まあ、それはそれで好きなんですがね。いや、今日も出かけれよかった、本当に。今日逃したらもうずっと寒い日が続いてね、もう来年まで快適なね、旅はお預けみたいな。天気きれそうやな。まあ、というわけで、はい、美味しかったです、はい。ありがとうございました。またちょっと何かあったらもっとまとめて話したいと思います。はい。ちょっと電池切れそうなんで、充電します。ありがとうございます。